こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。潜水艦の話をすると、やはり、そう、竜型潜水艦が世界でもトップクラスの静粛性で有名だが、現在12番艦最後の引き渡りを待つのみとなっている。タイゲイ型潜水艦も進水式を終えて、世界でも海底での防衛はトップとなる。やはり尖閣防衛は急務。中国もまた尖閣周辺を潜水艦で接近しているとの話もある。海底ではどんな行動をしているか地上からはわからない。海底と空、海上からいつも潜水艦の動きを見つけている。では、中国の原子力潜水艦が奇妙な動きを見せた映像があるのです。この奇妙な動きをした原子力潜水艦の話をしていきましょう。少し前の話です。昨年2020年は、尖閣諸島周辺の接続水域への中国公船の侵入が、統計開始以来、最大数に達したが、この傾向は2021年でも継続され、むしろ一層激化するとの見方も多い。やってくる中国公船の所属元である中国海峡局は、日本でいうところの、海上保安庁にあたる組織と考えられてきたが、近年は武装警察の指揮下となり、もはや軍隊に近いとすら言える。このため、日本の海上保安庁も有する警察権限の範囲内で取り得る対応と、保有する艦艇、人員をフル稼働させて対応に当たっているが、防戦一方の艦は拭えない。こうなってくると、2020年12月の閣議で決定された陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾の射程距離約200キロを約1500キロにまで延伸する計画を一日でも早く実現してもらいたいものだ。すでに万が一海上自衛隊の艦艇を投入するとして、そうなった場合でも中国海軍の要する艦艇数に比べれば劣勢は明らかであり、水上戦闘艦の戦力のみでは対抗することは現実的ではない。反面、こうした水上戦闘艦での不利に比して2020年には、双竜型に続き、新型のタイゲイ型潜水艦1番艦が進水式を迎えるなど、対戦分野においては、日本がまだ有利だろう。3年前の2018年1月、尖閣諸島近海の日本の接続水域内を、中国海軍の攻撃型原子力潜水艦の 093B 型が先行したまま航行し、日本側からの追尾を受けた同艦が浮上して、中国国旗を掲げた一件があった。その時、中国の 093B 型が浮上したのは東シナ海の公海上であったとはいえ、現在の軍事上の常識から考えても、次艦の居場所を敵に把握されないことが大前提のはずの潜水艦の行動としてはありえない。それでも、中国側を擁護したい勢力からは、尖閣諸島が中国の領土であることを世界に知らしめるためのデモンストレーションであるとの意見も散見されたが、言い訳にしても無理が過ぎるだろう。093型潜水艦は、NATO のコードネームでは、小級とも称されている艦で、
2006年頃に一番艦が就役したと見られており、中国海軍の国産の攻撃型原子力潜水艦としては2代目だと言われている。この093型潜水艦、さすがに原子力潜水艦だけあって、全長約107メートル、全幅約11メートル、排水量が推定で6000トン以上と日本の潜水艦に比べればかなり大型であることがわかる。アメリカ海軍によれば、093型潜水艦はロシアのビクター III 型原子力潜水艦の技術を取り入れて建造されたと推測されているが、静粛性については一段落ちると見られていた。くしくもこの推察は2018年1月の国旗掲揚浮上事件の発生で図らずもその正しさが証明されたと言えそうだが、すでに中国海軍は次の094型095型と新型艦建造にも着手していると言われている。2018年1月に浮上した 093B 型潜水艦は、大元の093型の改良型の 5.6 番艦止めされており、 1.2 番艦がオリジナルの093型、 3.4 番艦が一時改良された 093A 型と大きく3種類に分かれるようだ。 093B 型潜水艦が2018年1月の浮上艦だと報じられた理由は、日本の防衛省側が公表した写真によるもので、093型や 093A 型と異なるセイルの後方の形状から特定されたものだった。 093B 型潜水艦は兵装として船首部分に搭載した片側3門ずつの 533mm 魚雷発射管計6門を持ち、攻撃型潜水艦としては標準的なパッケージだということができるだろう。ここから打ち出されるのが中国国産の YJ-18 対艦巡航ミサイルだとアメリカは見ており、射程距離が 500km 以上、低空を最高マッハ3で飛翔するとされる。この YJ-18 対艦巡航ミサイルのスペックは中国海軍が推進している。アメリカ海軍の空母打撃群の接近阻止戦略の一翼を担うものと言われ、いわゆる空母キラーと称されるゆえんだ。 093B 型潜水艦はこうした兵装から中国が編成しつつある自国の空母打撃群においても敵国の艦艇を排除する役割が課せられていることは想像に難くないが、それも自らが探知されては意味がない。アメリカ海軍や自衛隊は現時点では対潜哨戒能力ではまだ中国に対して優位性を保持していると考えられるが、しかしその状況が今後もずっと続いていくとは限らない。ことに海上自衛隊においては、F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用能力を付与するため、護衛艦、出雲、加賀を航空母艦化しようとしているが、対潜哨戒能力の減少も懸念される。日本政府は、護衛艦、出雲、加賀を航空母艦化した後も、F-35 ライトニング2戦闘機 B 型を常時艦載はしないと説明しているが、それはそれで南西諸島防衛にも不安が残る気もする。